皆さんこんにちは、私たち Not I Call Me です。はい、ということでですね、今回は夏みん&しおりんおかえりパーティー。みんなの声も聞こえますね。おかえりなさい。本当に2人が帰ってきてくれたということで、今回は2人が復帰してイコノイジョイチャンネルに出るのがね、初めて、復帰してから初めてなんですよ。ということで今回はゆるーくホームパーティーをみんなでしていきたいと思います。嬉しい。お休み中もね、なんかメンバーはね、個人個人で会ったりとかできてたけど、ちょっと2人の話も聞きたいなって思うんですけど。マイミーの楽曲、よく聴いてます。あ、そうだ、そうだ。Me too。 Me too。 私もすごい聴いてて、何聴いてた？一番私は、マホロバスタリスクの秘密にしねて。ああ、いいね。私はミラクル。うやでもすごい、どっちも爽やかな、MV と、あとリハ動画もめっちゃ見てて、うん、そうだったの。めっちゃ見て、なんか今まで以上に、なんか見たくなって、なんかね、見てた。そうなんだ。新たな発見が、新たな発見あったが、でもなんかね、メンバー、私たちもさ、あの代理でさ、2人の歌わりとかを歌わせてもらうところもあったから、なんかその本番前とかリハーサルの時とかに、その自分が2人のパートの歌わせてもらうところを何回も聞きながら、2人がついてるって思ってね、嬉しい、やってた。そうだよ、明るくなって、ね、明るくなってね、ね、初めて会った時ね、ちょっとびっくりしてね、二度見じゃ止まらなかった。レコーディングだよね、多分レコーディング、言わずに、何も言わずに、スッて言って、おはようって言って、みたいな。びっくり、びっくりさせちゃったっていう。ずっとやってみたかったの、ハイトは。そう、やってみたくて。そっかそっか。ノイミーの中で高校生も夏に。え、そうだよ。そうだよね。ね、卒業したもんね。卒業しましたね。夏美ちゃん。どうしましょうね。JK 魂は頼んだよ。いやー、オッケー。ちょっと、11人分の11人分の JK を背負って。確かにね。この1年頑張っていきます。ありがたい。ありがたいわ。私生活っていうかさ、普段はさ、夏美は多分腰の療養もしながらだったと思うけど、なんか楽しかったこととか見つけた趣味とかあったりするの？私はやっぱり、あのアニメとか漫画とか、そういう趣味をちょっと堪能させていただいてましたね。そうだったんだね。そう、一番好きなさ、なんだっけ、あの日曜日に、戦隊もの、戦隊もの見てたよ、見てたよ、もう本当に私はお休み中は、まず、あの毎日メンバーを感じながら過ごしてました。すごい。というのも、あの萌ちゃんがね、そのお休み前に生写真というか、あのポストカードにサインをして、頑張ってねって書いてくれた、お守りって書いてくれたのがあって、それをもう冬の時期とか毎日持ち歩いて、なんか見て、萌ちゃん嬉しい。買ってくれてたんだよね。毎日壁に貼ってたんだけど、冬頃からもう持ち歩くようになって。心強いな。私初詣に、なんかそのちーちゃんと2年前ぐらいに一緒に行った神社と、あと夏美とは、あのノイミ教えてで行った花園神社に、あの2人 の、 あの夏美は腰が良くなりますように、ちーちゃん頑張ってって思って、あのお守り買ったんですよ。なのにあれ渡したっけ。渡したあのペンライトカラーっていうのかな、なんかそうミントグリーンみたいな色の可愛いお守り、ちーちゃんにはまだ渡しとる。今度渡すね。文房具もね。あ、そう、文房具セットも、あの頑張ってねって思って買ったんですけど、まだ渡すね。嘘。ミレちゃんもお休み前にあのペンポーチくれて。そう。そうだったんだ。頑張ってねって思って。いいな。本当にね、大好き。いや本当に。なんかこのね時間で、あ、マイミって本当にいい、なんかみんな素敵だなって改めて思いました。メンバーとしてもすごい好きだなって思ったし、なんかもうやっぱり客観的にさ、マイミを見ることがあったから、なんていうんだ、一つのアイドルとしてさ、尊敬する部分とかあって。何とてもね、すごい素敵なグループです。
人的に夏海と一緒に帰ってきて、あの夏海のあのミレさんへの愛が、うん、あの相変わらず爆発してたのに安心した。いや懐かしい、もう待ってる待ってる、うん、受け取るよ。すごい、なんかちょっとちょっと進展あるんじゃない？進展あるかもしれないよ。トークがさ盛り上がっちゃったんですけど、うん、目の前にねたくさんのお菓子と、そして今日はですね、あの、はい、ゲームをね準備していただいてるんです。いやこれスイッチだよね。そうなんですよ、スイッチ。すごい、今日はなんとマリオパーティーを、おーやったー、楽しみたいらしいよ、マリオパーティー。楽しみだ。ってことね、このままだと多分一生喋って、うん、1時間ぐらい経っちゃいそうなので、うん、ちょっとねお菓子もいただきつつ、うん、みんなでゲームしていきたいと思います。ということでね、準備が整いましたが、うん、はい、まずミレさんが、はい、私はヨッシーを選びました。ヨッシー、ヨッシー、ヨッシーよしよし。あしおりさんは、はい、私はレイジーを選びました。おー、レイジー。私はキャサリン、キャサリン。私はマリオ、マリオ。いいですね、カラフルですね。そうだね、じゃあこれからねフリープレイで遊んでいきたいと思います。はい、あ、よこそこれ、うん、え、いっぱいある。すごい、どれやろ。なんかもうこれ、あ、お任せって、お任せ、あ、お任せ、え、じゃあお任せにしたいと思います。イエイ、いきます。ランダー、居眠りボンボン。え、なに、全然いい、これ。え、楽しそう。出口から逃げる。え、楽しそう、楽しそう。赤いボタンを押す。逃げなきゃいけないのね。バナナの大きさになったら樽に隠れる。じゃあプレイします。はい、お、よし、勝ちます。え、わかんないな、水が。レッド、起きるよ。起きないで、止まって。よし、よし、ね、よし、よし。え、早いね、デイジー。調子いいよ。やっぱマリオ、マリオ、マリオ、マリオ。マリオ、キャサリンもうちょっとで戻らないで。
ね、あ、ペンギン行進がいい。かわいい。そう。ペンギンをかわしながら。ペンギンをかわいいな。かわしたい。かわいい。ね、ついてきた。待って。全然通り抜ける。え、行きましょう。あ、でかいペンギン。でかいペンギンが。ちっちゃいペンギンたちが。え、すごい。でですね、お菓子もね、食べたりゲームしたりしたけど、二、うん、人どうだった？いや、嬉しいね。嬉しい、やっぱみんなとこうしてワイワイできる時間が一番ですよ。うちも。うちも用意してくださって嬉しい。うちもね。ありがとうございます。どうだった？とても楽しかったですが、次またこのような機会があったら私は勝ちます。うちも頑張る。みんなで12人でやりたい。やりたい、ね、なんかね、これだったらできそう。確かに。トーナメント戦とかやって。あ、いいね。これからのね、イカの移住チャンネルにもね、2人もね、きっとどんどん出演していくと思います。皆さんぜひぜひのゆみちゃん、これからもよろしくお願いいたします。ということで、バイバーイ。バイバーイ。